こっち上ですね。そっちですね。いい感じ。いきますよ。はいよ。あ、いるんだ。やっぱいるな、これ。とっとと出てかんで。出たどいやいやいや。テンション低っ。とっとと出てかないけん。テンション高っ。サイズが多い。で、これ多分もう、このままでエンジン上がるんで、あとは、なんかですね、ギタースイッチかな。あ、ケントさん、はい、ケントさんのお尻踏みますね。で、これが引っかかるんです。ですね、どうぞ、もう、入れてもらって。すごいしないですか、すごいしない。あの、しぶり。やばい、ネジ舐めた。舐めさせてしまった。ピルハンマー大活躍だね。あ、ダメか。もう、あれやね。穴開けようか。あ、開いた。家の手入りっすね。うん、かっこいい。こういう見せ場もいるかなと思ってわざと舐めさしました。もう分かる。俺ら打撃幅でいいかも。これで抜けんはい、なんな見せ場がいると思ったんでわざとです。さすが。これは外れんのか。 YouTube のことも考えてくれてるんですね。そうですよ。あえてビルハンマーばっかりおっしゃったらいけんでしょ。いただいて。エンジンオイルダダ漏れで。ここから抜きました。普通こっからドレンプラグじゃなくて、でね、これを外すときにえ、めっちゃ血でどうすよ。クソ痛いわ。体張りました。 YouTube のために体張りました。色が赤いな。重いな。赤いな。赤いな。そうっすか。もう俺もっとずすぐる。ずすぐる。血がまだ切れんかもしれん。切れんやね、血が。切れ、血が。で、これで多分マウントを外したら、もうエンジン上がると思うんで、うん、先に、これもうあれしましょうか。ここにあの、フックかけてしまおうか。これで調整できるの、ハンドル。あ、そうなんや。どうやって調整するの。こうか。おお。忘れてもらって、はい。で、マウント。多分、エンジンマウント、とりあえずこの3倍だと思うけどね。これもそうだね。お、チュース。あ、上がるやん。上がるよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。さっき引っかかっとったよって。もうちょい車体前ちゃいます。こっちなんや、当たり。だからもっと前、車体前だ、最近。車体もうちょい前ですね。その車体はこっちか。このコッキーを取っといた方が、ちょっと感動向けないんじゃん。いや、取らんでもいけるってマニュアル書いてある。書いてあるんだな。マニュアル、いけ。危ない。もう、OK。OK っす。あ、2つもあるんだ。あ、2つもあるんだ。そう。当たってるっすね。なんか当たってるな。もうちょいやっぱあるか。あの、車体、前か。な。車体前。そうですね。これジャッキ危ないっすよ。あ、いけた。抜けた。抜けた。抜けた。今ですかね。ちょっとあの、あ、ちょっとあの、下なんかかましておきましょうか。いいか。あ、かましとく。
こっちだよ、逃げてる。それは円ですね。ボディーごと上がるやっぱ上がってるっすね。メンバー、後ろのメンバーが当たるんだね。あ、それがね、ちょっとそこまで抜けると上がるような気もせんね。まずエンジンハンガーで手前に引く感じで上げるって書いてある。手前に引くとこっちか、うん、で、デフを逃がさないといけないのかな。で、逃がしてから向こうに、だから先にこっちを逃がしてあげてから奥に引っ張って引いてやらんといけんってことなんだな。あ、手前を上げるってことか。まずは、そう、まずはそうそう、こっちの後ろ側を。でも親指でそれでここが抜けたら、ここが抜けてくれたら、あの奥にして上がれるよ。ここが当たっとったとしても、とりあえずさっきこれ抜かなきゃいけんよ、こっち。だから手前に引いてこれ抜いてしまおうや、パウンいけるんだったら。エンジンを手前に引っ張って引っ張、あ、上げてよ。まあ抜け、ダメ、抜け。場所を変えるからな。それか、なんていうかな、マニュアルだったら、こことここだけで上げとんですよ。あ、だからこういう感じで上がるんですよ。こう取ってみてもいいかもしれないですね。取ろうか、もうこれ。こっちはええんちゃうんすか。マニュアル通りもやらない。これ、いや、プラグ穴で入れるけんな、ちょっと怖いなと思って。これ、何だったかな、メガネ。だったら、いや、こ、怖さボート。もっと斜めにしなあかんかもしれない。ダメか。だからやっぱりもうこっち外した方がいいかもしれんね。あ、そこも、うん、これ外そうか。2本だけで、ああ、ええ感じ。でもこフラグに上げてますからね、これ、うん、で、多分ボディを手前に、そうか、あ、まだかん、まだかん、うん、でもこっちがね、若干あ、そっちもカツカツなの。これがね、これだけが、うん、まあ、抜けますね、うん。それさっき抜いてまおうか、それ。あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、まだ、もうちょい、もうちょい、まだまだ、まだまだ、まだまだ、あ、こんなもんや。抜けそうっすか。あ、抜けそう。で、手前に。それ、なんか当たる。これだよ。いや、これは大丈夫。こっち、うん、抜いてある。これ、これでますか。あ、後ろまだ当たるのか。多分クイズが当たる。ああ、だから手前に引っ張りやすい。いくよ。あ、来た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 。これちゃう、ああ、ちゃう。お、あ、いけるいける。あいつが手に立ったんか。めっちゃ楽やな、これ。俺も使おう、これアマゾン。うん、キリコも大事なのに使ってるから。キリ君大丈夫かな。あ、抜けた。基本に忠実じゃないから。ゴーン。うわー、エンジンむき出しや。これ、これ抜けた。
そうですね。まあ、置いていくもんに見えるっていうだけだと。けどこれ、補給類とかついてるから、一問だけじゃん。まあ、これ、なくなったら置いてくるじゃん。なんか、かわいいエンジン。オートマト。うっせぇやけどね。あ、ヘルパーしてくるんだ。あ、ごめんなさい。はあ、うわということはやっぱもっとこっちじゃないとあかんってことじゃん。そう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 。抜くために。だからこれが外れんからね。いや、な。うん、いや、下のやつ外しとったら、逃げとったんじゃないですか。あんなある知らなんだな。戻れそうですか。うん。あ、全然いけるね。柔らかいわ。ここやな、ね。ここ何ついてたんですか。これはなんか、忘れたけど、なんかまあ、なかったことにしましょう。こんなの全部外すから。もうフルキャンディーでやってるのが。サビどうしましょう、これ。これなぁ。POR できるのかな。あ、POR で、その上からキャンディーレットいったら。POR 入れてサフ入れた方がいいんですかね、これ。うわぁ、どうなんやろう。これでも、戻すなら最後に戻した方がいいか。あ、どっちでもいいよ。どっちでもいい。抜け抜き今戻しとかんことにはそのまま乗せばねまあ無事締めとかねいい今日締めとってください締めとってくださいはいということでエンジンが降りましたまあかなりねちょっと苦労して時間もかかったんですけどパッこちらの通り綺麗に降りたんではいまあここからはですね、ちょっとまあウルタネーターとか補給類を外して中を開けていこうと思います。はい。とりあえずまあこんな感じで、すっきりしましたね。はい、すっきりしましたね。いやー疲れた。12時までお疲れ様です。お疲れした。ちょうど12時。ちょうど12時やった。今日のヒーローはスーパーアシスタントでした。そう。ケントさん。なんちゃってなんちゃってじゃあもうここら辺で僕らは帰りましょうかドローン、はい、ドローンしますわ7まで7まで お疲れ様ですお疲れ